金魚ミュージアムに行った後、お昼を食べて、いちご大福やいちごジュース、よもぎ餅を食べたりしながら、奈良を観光、散策してきました。今回は、今日宿泊する JW マリオットホテル奈良。土日限定のシャトルバス、前回もご紹介しましたが、それに乗ってホテルへ戻って、ラウンジへと行きたいと思います。それでは、ご覧ください。アルコールミールなのもこちら夕方からな。何ですか？はい、またあの温かいコーヒーや紅茶などもね、はい、あのお持ち帰りしていただいても可能でございます。あ、はい、またあのお出かけ前にあのカイロ代わりに温かい飲み物を持っていただければ。ありがとうございます、はい。左側が飲み物なんだって。そうなんだ。あの同一系統になったから、カモフラージュしてる。そっち保存用って。
グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。いろいろなところ、おいしいものを探していくので、よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。